コインを入れたはずがゆかり落として素早く拾う運動。 ッキーーののファニガチャ時間ですこのコーナーではガチャガチャカプセルトイの保有個数10万個持ってるガチャガチャの本を5冊書いてるさらに Web コラム「秋葉総研最新ガチャ探訪」レギュラー連載中のワッキーかいやまさんが女性やお子さん家族で楽しめるガチャガチャを毎週1種類紹介するコーナーですはいということで本日までイオンモール京都にて昭和熱狂ガチャガチャ店やっておりますけどねあっという間でしたあっという間でした 3日間かかって、ガチャガチャ3万個入れたんですよ、重機にお、うん、あっという間でした。<laughs> もうちょっと長くやってもいい感じしますけどね。うん、山形でやってみたいね。ああ、そうですね。ぜひぜひぜひあの、聞いてる皆さんで、え、京都でやってきたんだから。うん、うん。はい。<laughs> オファーお待ちしておりますんで、はい。さあ、それではですね、今週もみゆき、ね。ハニーガチャ用意しましたんで、はい、回してください。お願いします。はーい。はい、下から出てきました、ポ<お>ン。ね。 こ今日はねあのまあみウッキーに先週ちょっとねコスプレ見えたことしてもらいたいなみたいなこのねあの「ラッキーガチャンネル」の方ではね振ってたんですけども今回はですね「レインボー」ですウサ耳ヘアクリップヘアクリップまでガチャガチャになるんですよまあそのままですねヘアクリップうんうさぎの耳のヘアクリップまあちょっと 秋も近づいてきたんですよ。まだ8月ですけどね。そうなってくると、やっぱり月を見る機会も多いじゃないですか。月といえば何ね、餅をついてるうさぎということで、ちょっと早めにね。これはあの、まあヘアクリップですから。はい。ぜひ。つけてみてください。つけてみてください。はい。今、ちょうどこのシーンもね、ワッキーガチャンネルの方で、あの、収録してるんですよ。そうですね。ですから今、鏡みたいになってるんで、つけやすいんじゃないかなって。ええ、そね。 これ片耳いけますからね事務所 OK 出てますからね事務所っていうか会社 OK 会社の NG も何もないので何もないですこれはあれですヘッドホンにつけてもいいかもしれないですねあ確かにヘアクリップがねあの耳耳左分かれてるんですよ普通さなんか耳ってさ一緒にこう二つこう一つになってるじゃないですかそれがこう一つ一つになるから幅はいくらでもなるあら ちょっと皆さん、めんごいよ。<laughs> いや,いや,やっぱ似合うな。似合ってますか。うん、似合ってますよ。どうですか、<laughs> 自分でご覧になって。うん、ええー、なんか照れますね。<laughs> 照れる。<laughs> 恥ずかしい。<laughs> ねえ、まあまあ、でもあの。 どっちかとお子さん用なのかな、ね、なんか宇宙人の耳みたいになってんですよ。どねああとはい。ということで、今回ご紹介いたしましたレインボーのウサ耳ヘアクリップでございますが、ゲットの間星3つ中星2つでーすーつ。ちょっと探さないと見つからない。ねえ。ピッと立ってね、笑っちゃう。<laughs> 一瞬横見て<ら>何つけてんのって思いますけども、ね。悪くはない。 悪くはない、うん、ただやっぱり無限大だよね、うん、カプセルトイって言いながらカプセルの中にいろんなものを入れるとそ,、ね、それが商品になるっていうね、うん、ヘアクリップ、はい、ねまあマスクなんかも当たってるのあるしねどっちかというとヘアクリップはこれから流行る感じなのかな おうん。あの、去年ぐらいから草が生えるようなヘアクリップなんかを、<草>そうそう。まあ、あの、雑草が一本生えてるとか、タンポポがみたいな。それ,それが可愛いなんてね。ちょっとこう写真を撮って SN、SNS に載っけてバズらせるみたいな。うん、そんな多分アイテムになってるんじゃないのかなと思いますね。あの、ちょっと前はリングとか。 こ耳とか。あ、ありましたね。生えてましたね。耳につける、あの、耳栓みたいなのもあったんで、だんだん上に上がってきてるんじゃないでしょうかね。はい。ということで。はい。今回はですね、レインボーのうさ耳ヘアクリップを紹介いたしました。このガチャットについては、ワッキーか山の YouTube チャンネルでもチェックできますんでね。ぜひチャンネル登録、いいね。よろしくお願いいたします。そしてね、8月の25日日曜日なんですが、名古屋に今度はお伺いします。サンシャインシティ、境に行ってですね、ドリームカプセルの真夏のイベントっていうんでね。 あの SKE48 さんの本拠地で、はい、元 SKE の松井ジュリナちゃんのコンサートなんかもやるみたいなんでなん、ねはい、ぜひ皆さん合わせて名古屋ですよ次ははいお越しください このコーナーでは取り扱ってほしいガチャガチャ、ワッキーさんへのガチャガチャに関する質問も受け付けています。はい、最後にお知らせです。ワッキーヤマのファニーガチャのコーナーと JR 新庄駅のコラボしたファニーガチャステーション、山形新幹線沿線駅名のセラミックチャーム19駅分が展開中でございます。ぜひ夏休みの思い出に回してみてください。はい。ワッキーヤマのファニーガチャ、来週もお楽しみに。とにかくミユッキーはめんこかった。<laughs> これどうですかさてみゆっきーですけどねこちらやっぱりこうゲットないゲットないじゃないですねミユっきーの星難易度星3つ中何かっていうやりましょうよせっかくなんでそうですねどうもどうもかだんだん板についてきたっていうかねなんかちょっとどうなんですかこう気分上がったりするんですかこういうのってうんこれちょっとなんか自分で見ててちょっと似合ってきたかも オンエアには載せないオフエアでそういうふうな大胆な発言をするっていうのはいいですね <laughs> 言った後に真っ赤なるあたりが可愛らしいですがさてみゆきこちらのヘアクリップでございますがめっちゃ欲しいっていう方は欲しいっていう場合は「星3つ中、うん、3つ」と「はい、ちょっと考えるわ」と「星2つ」と「うん、あやいらないかな、うん、あでもちょっとあったら買うかな星1つ」うん「いらない」これはちょっと一応番組上盛り上がりましたけど「はい、買わない」「星0」ということで <laughs>、はい、いきたいと えちなみに先週のこちらの、はい。巾着は星3つでございましたが、はい、はい。欲しい、欲しいなんでしょう。<laughs> 欲しいの星だね。さあ、それでは参りましょう。うさ美みヘアクリップ、みゆき、星何個星、うーん、2つです。ほんママ気に入ってるんだ。いや、似合ってるから、星3つにして全部揃えたらいいんじゃない星に。だってこれは分かれてるから、 こうやってつけたら、なんか耳生えてきたぞみたいな。なって。そういうつけ方も面白いと思います。え、これ、なんか、思ったんですけど、普通に。あ、そうか、そう、こうなってるんだ。うん。いや、なんか、ほ、そういうことですよ。こういうつけ方。そうか、うさみじゃなければ、いけるのか。髪が落ちてこないようにとかね。はいはい。僕も一本いいです。かどうぞ、つけてみてください。うん、どうぞ、つける。あ。 うなんですか。うわ、バカ2人アホ2人がやってきたっていうね。いいじゃないですか。可愛いかわいいかいですね。お似合いです。いやみゆきもいいじゃないですかねこの2人がパーソナリティをしております。ウェイフォー山形エクシード水流もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここから見たらアホっすね。忘れからね。チャンネル登録いいね。もよろしくお願いします。じゃあみゆき最後締めてください。はい、じゃあまた来週。 そうね。はい。番組は生でやりますんで。はい。バイバーイ。はい